足が歪んでるよーって方、今回の動画で改善できます。今回の動画を行うことでむくみが治る、足の歪みが取れて足が細くなる、下半身太り解消になる、骨盤の歪みが治って、反り腰や骨盤後傾も治っていきます。ゆっくり見ながら一緒にやりましょう。まずは座ったら後ろに手をつきましょう。足を開いて交互に膝を倒していきます。ゆっくりやっていきましょう。できるだけね、体がこう前に行かないように、腰が浮き上がらないようにですね、ちょっと前かがみになるようなイメージでゆっくり内側に倒してください。足の歪みっていうのはね、足首とか股関節、膝、これが関係してますからね。まずはゆっくりゆっくりやっていきましょう。これ手首がね、もしだるくなったよって方は体をね、起こしてこんな感じでやってもいいです。結構手首も負担かかりますからね、やりやすいようにやってください。今回は難しいメニューないですからね、最後までできると思います。よし、 OK。 で、今度はこれ倒したままで足首持ってこうやってクイックイと起こします。これこういう感じ、こういう感じ。手もね、だるくなっちゃうんでね、ゆっくりやってください。ぐーっと持ち上げて股関節をね、内側にひねる。持っとくのだるいと思うんで、たまに下ろしてください。O 脚の人はね、股関節外側に開いてますから、内側にね、開くようにね、内側にね、ひねれるようにしっかり戻していくと足のラインもまっすぐになりやすいです。こんな運動あんましませんよね。やっぱり結構ね、YouTube とか Instagram 見てもね、自分がやってる運動やろうって思うんだけど、やっぱりそれぞれみんな違いますからね、足の歪みってね。よっしゃ、反対行きましょう。やっぱ確実にね、こう治る根拠のある運動をするのがやっぱりね、いいですね。ぐーっとひねっていきます。結構やっぱりね、足が歪んでる人って、足細い人多分見ても、あ、この人も歪んでんなとかね、多分気づきますよね。やっぱ足細いだけじゃなくてね、膝下が膨らんでるとかね、すごい O脚の人とかね、まあ、YouTuber さんで誰はこうだよとか言いませんけども、やっぱりこう専門的に見てるとね、あ、この子足細いけど、あ、X 脚だなとか、あ、この子細いけど O 脚だなとかね、やっぱ気づいちゃうんで、そういうのもね、ちゃんとまっすぐ細いのがいいですよね。やっぱああいう X 脚 O 脚はね、だんだん膝痛める原因になりますからね、細いだけじゃダメですよ。よっしゃ、 OK。 よっしゃ、じゃあ今度はね、もう一回こうやってひねって、軽くね、手を合わせて、肩をね、こうつける。肩をね、膝にこうつける感じ。ぐーっと。これで股関節周りをね、伸ばしていきます。これ結構ね、こう、ストレッチっていうよりも、こう、倒すときはいいんだけど、起こすとき結構運動になりますよね。結構きついと思う。だからまあ、こう、倒してね、あー、こう伸ばして、戻ると。まあ、マイペースでやってください。無理するとね、続きませんからね。これ1回じゃ変わらないんで、やっぱり週に2、3回ぐらいをね、2ヶ月ぐらいを目安にやってもらったらね、すごい足のライン変わりますからね。今回決定版になってますからね。珍しいメニューばっか入ってますから。よっしゃ。やっぱ30秒って考えたんだけど、やっぱ40秒ぐらいからストレッチ入ってくるんで、45秒にしてますね、今回ね。結構これ戻るときにね、腹斜筋使うんですよね、これ外腹斜筋。くびれもね、できる、これ、くびれも。おまけでね、おまけ。めちゃめちゃおまけだよ、これ。これやっぱ人それぞれ硬さが違いますからね、同じようにできないよって思ってもね、諦めずにね、何回か続けてくださいね。大体足のラインの改善はね、2ヶ月が目安。まあ、週3回以上やって2ヶ月。そしたら変わってきます。足のライン変わればね、やっぱりこう、むくみやすさとかね、足の細くなりやすさが変わってきますからね。ただ足パカだけだとダメですよ、やっぱり。よし、OK。よっしゃ、今度は、こっからね、膝を開きます、こっちに。パタ。パタ。開きます。
尻の横とかね、これ内転筋伸ばしてますもんね。結構内転筋がね、実はまあ関係してて、足パカっていう運動がね、悪いわけではないんだけど、まあ、膝下の横脚は改善できませんね。うん、まあ、この股関節のね、内側外側っていうのは改善されやすい可能性は確かにある。足パカはね、内ももを伸ばしたり鍛えたりしますからね。ただ外側鍛えないとね、やっぱりね、横脚とかは治りませんね。うん、マイペースでいいですからね。はい、じゃあ反対も同じようにやっていきましょう。パカッと開いたら内側ね、よし、はい、手首もね、こう痛くなることあるんで、こういろんなね、手の位置変えてもいいです。好きな位置でもいいです。手つかんくてもいいし、そこはあんまり関係ないんでね、足がこのように動かせれたら見やすいやり方でね、やってください。まあ布団やベッドでも全然いいしね、ヨガマットの上でもいいし、あんまりそこはこだわりないんでね、大丈夫ですからね。まあ、何よりね、こういうただね、スクワット、足パカ、同じことをね、こう続けるんじゃなくって、まあ、足の改善のね、必要な運動をね、いろいろやっていくのが大事ですね。一個だけじゃダメですからね。よし、OK。よし、じゃあ今度はね、ここだ。ここからね、足を上げて前に持ってくる。また戻す。はい、これ後ろ手ついてでもいいです。足を上げて前に持ってくる。ちょっときついんでね、これマイペースでやってください。足持ち上がらない人もいるかもしれない。そしたらね、こうやって反らしながらね、前に持ってきてくれたらいいです。できる人は持ち上げて。こうね。まあ、手掴むができる人はね、こういう感じ。手掴まずにできたら結構すごいですよ。この股関節周りをね、こう、緩める、鍛える、ひねる。これはもう全部ね、バランス良くなって、それで初めてまっすぐになりますから。OK。よし、この反対足ですね。まあ、初めのうちはこっちに持ち上がらないかもしれない。硬いそうね。これもそもそもこうなっちゃう人もいるかもしれない。でもだんだんやっていけばね、いいですからね。これがまあ最終目標としてはね、手を使わずにね、足をこうやって持ってきて、また戻せる。これがまあ最終目標ですね。続けたらこうできますからね。結構足のラインはね、もう世界的に見ても悩んでる人がめちゃくちゃ多い。タートルのインスタグラム見たら分かると思うんですけど、すごい外人がコメント来る。みんな悩んでんだなっていうね、足の歪みにね。割と日本人はね、細けりゃいいやっていう思考もあるけどね。よし、OK。じゃあ今度はね、膝ついて行います。こういう感じ。これで手に膝を置いて、前後に動く。前後に動く。これしっかりね、腸腰筋、前もも伸ばしてますよ。膝がない中でちょっと痛む人はね、タオルかなんか敷いてやるといいと思います。まあ、布団やベッドの上でも結構です。この足幅もね、いろいろありますけど、しっかりとね、難しい。ちょっと広めの方がいいと思います。まあ、無理なくね、やってくださいね。よし、これリラックスしながらね、行ってくださいね。はい、 OK。 よし、ゆっくり反対足にしましょう。これでゆっくり前後に動きます。まあ、腰痛改善にもこういうのがいいですよ。ゆっくり腰痛改善にもやっぱりね、鍛えるばっかりじゃダメだし、かといってね、きつすぎてもダメだし、まあ、楽すぎてもダメだし、難しいですよね。ただ今回の動画の運動はね、横脚、X 横脚っていう人にはおすすめ。X もね、横脚もね、
結局まあ内側外側のバランスがね問題なんでね、どっちかだけをするんじゃなくてどっちにもいいことをすればもちろんね改善されますね。よし、あとちょっとよ。あーし、オッケー。じゃあ今度今の横バージョン、横バージョン、あ、ここでもいいかな、横バージョン、内転筋周りを伸ばしていきますね。足も広めの方がいいと思います。これ内転筋がまあまあ重要ですからね、ここがまあ強すぎず弱すぎず、そして外側がちゃんと鍛えられているってなるとまっすぐになります。結構ね、あのこの動画やった人はね、女性の細い足のねインスタグラマーとか YouTuber 見てみてください。足のラインどうかなって結構ね、まあ X 脳客が多いかな、そんな気がする。もも膝まではまっすぐだけど膝下が開いてるっていうね、あれ膝外側痛くなりますからね。 OK、 やっぱまあ細いのは確かにいいなと思うけどね、まあ鍛えなきゃやっぱりね、やっぱちゃんと鍛えて足のラインだけはねまっすぐじゃないとね、必ず膝の、ね、内側や外側の靭帯が痛くなりますからね、いずれ必ずなるので、だったら大ごとですよ。スクワットとかしたら痛くなっちゃうからな。なかなかなんか運動したら痛いよって体ができちゃうとね、これはもう結構致命的ですよ。衰えてくばっかりになっちゃうから。結構まあそうだな。まあ、中高生もね、うん、意外と足の歪みにあったりしますね。クラブ活動で一方的な運動ばっかりしてると。まあ、その辺からずっと大人になっていくとね、そのまま定着して同じように歪んでいるっていうね。あーし、オッケー。よし、このうんち座りです。うんち座りしてこれで内側にね膝を入れる、内側に膝を入れる、この開く筋肉閉じる筋肉を今ねこう伸ばしながら鍛えてますよ。結構内に倒すときしんどいですよね。鍛えながら開いて伸ばしながら鍛える鍛える、緩める緩めるを繰り返しますからね。この今回の動画なんかこう楽な、楽そうだけど楽じゃないですよね、意外とね、意外ときついなよね。やっぱね転がったままねやるメニューもね楽でいいと思うけどね、やっぱこういうちゃんとした運動がいいよ。やっぱりオッケー。はい、よくできました。お疲れ様でした。今回の動画はね、週に2、3回以上、これを2ヶ月目安にやってみて、足のラインマジで変わってくるか、足のラインね、変わってきた人や、今日から頑張るよっていう人はコメントでね、何日目とかって記載してください。また、頑張りましょう。ちょっと待って、現在期間限定で、説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、このすべてをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。